午前中ですね、キジトラさん玄関前にですね、もう待機張り付いています。暇だにゃ、まだかにゃ、お腹すいたにゃみたいな感じでですね、キジトラさんずっと私が出てくるまで待っているような気がします。だけどどうしようかな、お腹すいたにゃ、もうしびれ切らしたにゃ、今呼び鈴を見ましたね。そうだ、呼び鈴を鳴らしに行こう、行くにゃ。呼び鈴が鳴りましたね。2021年6月9日水曜日午前中ですね。それじゃあキジトラさんいますでしょうかね。今朝のですね7時過ぎですね。キジトラさんいるでしょうかね。あ、いたいたいた、キジトラさんですね。キジトラさん、時代に誘導します。キジトラ花もね咲いておりますね。ヒゲの選別機ですね、ドミニオン製で確認します。この間ちょっとねアメリカの選挙で使ったようですけどね。午前中のですね集荷作業になり、始業時間の始まりになりました。始業ベルがですね街中にですね響き当たり、始業が始まりました。476話のですねキジトラさんのお話になります。時間帯は7時過ぎですね。さあこれからねどんな展開になるんでしょうかね。信じるも信じないもあなた次第、信じるも信じないもですね、これはキジトラさん次第ですね。時間が1分で終わったり15分ぐらいになったり、さあどうでしょうか。そうこうしているうちですね、森村氏の海賊無線が流れてきましたね。最近 5G になりましたから強烈です。あ、チワワ君からのですね、あ、チワワ君からのですねモーズ信号も同時に入りました。白いおでかさんを睨みましたね。ちょっとねかぶってしまいましたね。キジちゃん美味しい？お主の今日はうまいにゃー、よかったよ。あ、また森村氏のですね海賊違法電波が入りますね。これもまたちょっと厄介ですね。最近はマイクロチップを埋め込むとね 5G でやられちゃうらしいで、それも恐ろしい兵器とかしますね。それでは白い大猫さんを狙います。ジロリギョロ。あ、ちょっと席を外しましたね。出ました、プーマスタイルですね。キジトラさんかっこいいですね。尻尾がですね風になびいています。キジシロさんかな、睨みますね。ジロってちょっと軽くちょっとズームアップをしましょう。プーマスタイルなんでね、こんな感じかな。今日もね朝から暑いですね。夏の空ですね。キジトラさんの毛皮を見ると暑苦しそうですね。無言でひたすら食べています。無言は当たり前ですかね、猫ですからね。にゃしか言えませんからね。あれ、もういらないのかな、キジトラさん。ちょっと席をね一旦外してしまいました。あ、新しいおやつをチャージしてほしいっていうのかな。ちょっとチャージしてみましょうかね。ちょっと新しいおやつですね。ウーマスタイルの見せ所ですね。尻尾がまっすぐなっています。キョロ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 、なでなでしますね。あれ、席外しちゃった。もうお腹いっぱいなのかな。キジトラさんもう降参らしいですね。まあ、随分食べたでしょうね、キジトラさんもね。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。また皆様とはですね、次の動画でお会いいたしましょう。それでは、バイバーイ。